1761年7月17日の海戦は7年戦争中、スペインのカディス沖において、イギリスとフランスの間で戦われた小規模な海戦で、イギリスが勝利した。フランス海軍が1759年に大敗北を何度も喫した以降、イギリス海軍はヨーロッパ水域における政海権を握っていた。イギリス海軍は政海権を維持するために、 フランス軍港の近くに艦隊を駐留また中立を維持しながらも親フランスであったスペインの軍港も監視していた。1761年、フランスの64門戦列艦アシルと32門フリゲートのブッフォンがスペイン南部の大西洋海岸にあるカギスの港で封鎖されていた。アシルは3月にブレストの封鎖を突破して出港したが、 チャールズプロビー率いるジブラルタルのイギリス艦隊により結局カディスに追い込まれた。アシルとブッフォンが脱出を図るとプロビーは追撃し海戦に持ち込んだ。サンダラーの砲台が爆発して大損害を出したがプロビーはアシルへの異常攻撃に成功してアシルを打破した。ブッフォンはテティスト・モデストが打破した。1759年。 フランス海軍がラゴスの海戦とキブロン湾の海戦で大敗したため、イギリス海軍は大西洋における聖海権を握った。イギリスは聖海権を維持するためにフランスの海軍基地を海上を封鎖し、フランスはイギリスの通商破壊を行うためにたびたび封鎖を突破しようとした。1761年3月9日、ブルターニュのブレスト港を封鎖していた。 マシューバックル順守率いるイギリス艦隊はフランスの戦列艦一隻とフリゲート一隻の出航を目撃した。バックルはエドワード・ジキル率いる60門艦リポンに追撃を命じた。ジキルはフランス船をビスケーワンに追い込んだ。アシルとブッフォンは一時リポンから逃げをせたが、ジキルは翌日午後に両艦を再び発見、21時30分に アシルに接近して砲撃した。しかし、強風と荒波により、両軍とも戦艦の下部にある大砲をほとんど使えなかった。しかも、リポンの大砲一門が突如爆発してしまい、多くの砲兵を失う結果となった。ジキルは仕方なく前方の大砲を閉じることを命令したが、それでもアシルの前ほどそれを支える砲げたを吹き飛ばす、戦果を上げた。これにより、リポンは、 アシルの前方に進んでしまい、アシルにとって絶好の機会を与えてしまったが、アシルはリポンの後ろを通り、攻撃のチャンスを逃した。アシルはそのまま逃げようとし、ジキルは回答して、応用命じたがリポンの損傷も大きく、そのせいでアシルは暗闇に乗じて逃げた。封鎖を突破した後のアシルとブフホンは、大西洋で数月間航行した後、中立でありながら、友好的であった。 スペインのカディスに入港した。イギリス海軍は7月にこのことを察知、アシルの出航を予想して、艦隊をカディス封鎖に派遣した。イギリスのカディス封鎖艦隊は船4隻で、チャールズ・プロビー艦長の74門艦サンダラー、ロバート・ボイル・ウォール・シンガム艦長の64門艦、モデスト、ジョン・モートレー艦長の32門フリゲートのテティス、フィルモン、 ポーノル艦長のスループのフェイバリットであった。この艦隊は早夏にカディス沖を巡航していたが、7月14日にアシルとブッフォンがイギリスの知らぬ間に出航したことを知った。プロビーは捜索を命令16日にカディスから南西約18マイルのところで見つけた。アシルとブッフォンは北西のカディス湾へ向かったが、 イギリス艦隊の方が早かったためサンダラーは17日朝にカディスから57マイル北西のところでアシルに追いついた。アシルが射程内に入るとサンダラーはすぐさま砲撃を開始、両艦の減速砲の応酬となった。戦闘が激しくなる中、サンダラーの上艦板の大砲一門が突如爆発して海員数十人が巻き込まれて死傷した。プロビーは手を怪我したが、 サンダラーをアシルの傍らに移動させて、異常攻撃を仕掛け、見事にアシルを打破した。その近くでは、テティスがブッフォンに戦いを挑んで、モデストの到着まで時間を稼ぐと、ブッフォンの艦長は収可適せずと見て降伏した。プロビーは打破したフランス艦2隻と戦利品をジブラルタルへ連れ戻し、負傷者を同志の病院で治療させた。イギリス軍は大砲の爆発で、 サンダラーに死者17人と負傷114人を出した。サンダラーはフランスの砲撃でマストや搬送が損傷を受けた。テキテスもブフォンの砲撃で損傷を受けたが死傷者はいなかった。プロビーの海軍本部への報告によるとフランス軍の損害の記録はなかったという。ありがとうございます。